先生です。ほい、生徒です。今回はこのチャンネルでの初めての企画です。お、というと？日本全国の心霊スポットを巡りましょう。無理だろ。ところが無理じゃないんだな。とな？全国心霊マップってサイトでおびただしい数の心霊スポットがまとめられていてさ。そこから、全国の怖そうな心霊スポットを私の直感でピックアップして、噂や怖い話を混ぜて紹介しようと思います。はい、おもろそうやん。自分が住んでいる都道府県でもし知っている場所が出てきたら、感想や追加情報、噂などをコメントで投稿してください。ということは今日、47個紹介するってこと？ 18 個だよ。少な？コンプリートできてないやん。まあまあ慌てなさんな、評判良かったらコンプリートするまで動画にするから、視聴者と共にあらんことを。それじゃあ行ってみようかどう。本編始まるよ、ペリペリー。まずはこちら東京から奥多摩湖ロープウェイ。なにそれ？正式名称は川のロープウェイって言うんだけど、東京都西多摩郡奥多摩町にある小河内貯水池を横断する。全長622メートルのロープウェイなんよね。今も乗れるん？いや、1966年12月1日に冬季休業という形でそのまま運行ストップ。営業不振の理由で1975年3月に運行休止したんだってさ。これのどこが心霊スポットなん？数々の怪奇現象があるみたいで、例えばゴンドラに女性の霊が出没したり、女性の苦しそうな声が聞こえたり。本当だとしたら怖いやん。なんかそういう事件とか事故あったん？いや、ないよ。だとしたら、女性の霊はなんでそこを選んだん？居心地が良かったんじゃない？あえてここを選ぶか？まあ女性の幽霊は置いておいて、この場所は昼間はいい感じの廃墟なんだけど、夜はちょっと怖いよ。なんで？これもんよ。こっぱ？ホラゲーの世界やん。ちなみにここって簡単に行けるん？奥多摩駅から徒歩2時間だってさ。絶対に行かない。しかも冬は雪が積もる場合があるから、軽い気持ちで行くのは危ないかもね。続いては超有名な心霊スポット、新潟県のホワイトハウスだよ。あ、これは確かに有名だ。いろんな心霊スポット系 YouTuber が潜入しているよね。新潟県新潟市の西館区角田浜にある心霊スポットで、脇の家状態になっている2階建ての廃墟なんよね。そんな広くなさそうだな。そうね。ちなみにここにまつわる怖い噂として、もともとここに住んでいた一家は娘の精神病治療のために東京から引っ越してきたみたいでさ。海が近い山で安静にできるからかな。けれど娘の病気はどんどん悪化していって、その後2階に隔離されることになったんだって。そして容体が悪化した娘は父の猟銃で家族全員を撃って、え、それから行方をくらましたってな話。なんかこれ聞いたことあるな。多分新潟ジェイソン村だと思う。それだ。あれはこのホワイトハウスの少女が家族をやった後に村に降臨して村人をやっちまったってな話で、関連性があるんだって。そういう事件あったん？ないよ。え、でも確かに2階の窓とかに鉄格子があってさ。あ、本当だ。もしかしたら防犯対策として設置しただけで、それを見た第三者が作り出した噂なのかもしれないね。ちなみにここって簡単に行けるん？最寄りの牧駅から徒歩91分だよ。遠いな。続いては兵庫県のたたりの岩だよ。あ、これもなんか聞いたことある。そこそこ有名だね。これ夫婦岩って名前の方が有名かな。これは兵庫県西宮市のとある道のど真ん中にある岩のことでさ。どでかい岩だな。これ邪魔じゃん。まあまあ邪魔だね。だから、これ撤去しますって業者が工事を請け負うんだけど、なぜかその工事関係者が開始するっていう噂があるんよね。やめて。夫婦岩もただ行きたいんよ。夫婦岩さん。怖い噂としては、牛女の伝説がございまして。とな。九段って妖怪いるじゃん。あ、顔が人間で体が牛の化け物ね。そうそう、生まれてすぐに不吉な予言を話して、その予言は絶対当たるみたいな。迷惑だ。まあ教えてくれるだけだし。ほんで？この妖怪がその岩の上に現れて踊り狂っているところを見た人がいるんだって。ダンシングナイト？ちなみにここはパワースポットでも有名で、ここに行ったら糖尿病が治ったとか。本当？スピリチュアルを感じたい人は行ってみてください。続いてはペコちゃんハウスだよ。半壊しとるやん。うん、鹿児島県鹿児島市にある廃墟で見ての通り下半身が終わっているんだ。かろうじて踏ん張っているけれども。住宅街から少し離れた場所にあって怖い噂があるんよね。この見た目でなかったら逆にびっくりだよ。ここではガスによって家族全員がお亡くなりになって、事故？いや、自らだね。そんでそのガス爆発で家が崩壊しちゃったんだってさ。あ、だから1階がぶっ壊れているのか。まあ噂だけどね。建物内には呪いのノートがあるみたいで。デスノート？いや、住人の日記。最後のページには、なんと丸日後に死ぬって書かれてあるんだって。どういうこと？あんたの命はあと何日ってこと？やっぱりデスノートやん。というかさ、なんでこのお宅はペコちゃんハウスっていう奇怪な名前が付けられたん？なんか諸説あるみたいで、ペチャンコになったハウス。これがなまって、ペコちゃんハウスになった説。あーっぽいね。もう一つは亡くなった家族が全員ペコちゃんのように、舌を出して亡くなっていたからって説。これは作り話っぽい。この建物についての他の噂は、ここを見に行って近所の住民に、この家が壊れた理由を聞いたら86水害のせいだって答えていたんだって。86水害？
8月6日に鹿児島市を中心とした集中豪雨のことで、死者71人、負傷者142人、全壊437棟、半壊208棟、一部損壊593棟という、とんでもない水害があったんよ。ガス爆発より、こっちの説の方が信憑性あるな。そっから仮設住宅に引っ越して、ここにはもう住めないから廃墟になったとか。うん、まあどっちにしろ噂だからわからないけどね。皆さんは大雨とかガスの取り扱いにはご注意ください。続いては福島県山郡猪苗代町にある横向き温泉ロッジだよ。温泉ええやん。残念ながらもう廃墟になってしまっているんよね。心霊スポットなんだしそれもそうか。ここは福島を代表する廃墟で子供の霊が現れるって噂があるんよ。キッズゴーストか。浴場に現れる女の子の霊や3階の窓から手を振っている男の子の霊とか、シンプルにコッパ？いたずらって考えたら可愛いけどね。可愛いか？地下1階には大広間があってそこがなんか無茶危険なんだって。ちなみにここでは不可解な事件のようなものが起きていてさ。というと、2022年の5月にここで火事があってさ。え、もうその頃は廃墟になっている？うん、すでに廃墟だね。ということはいたずら？だと思うね。火は2時間後に消し止められたんだけど、2階にある客室の押し入れの部分が焼かれちゃったんだって。怪我人とかはいないん？うん、いないし周囲に別に誰もいない。霊か？いや霊のせいにしちゃいけないでしょ。霊がどうやって火をつけるのよ。大方肝試しに来た人がタバコの吸い殻をポイ捨てとかしたり、中で花火をしたり、シンプルにライターでいたずらに火をつけたり、そんな感じだと思うよ。だとしたら迷惑だ。そしてその1ヶ月後、なんとまた火事があったんだ。また午前7時過ぎに、建物から白い煙が見えるって通りかかった人から通報があって、2階と4階の客室だった部屋が焼かれていたんだって。またいたずら？ 2 回連続不審火ってちょっと怖いよね。ちなみにここの落書きめちゃばきの家です。というと、これもんよ。怨念すっぽ？むちゃくちゃ呪っているよね。こんなんダークバンクシーやん。皆さんは勝手に建物に落書きしないでください。続いては千葉県東金市にあるホテル活用だよ。あ、これは有名なやつだ。そうそう、YouTuber もこれ関連の動画たくさん上げているよね。怖い噂として、ホテルに宿泊したカップルが血は喧嘩をきっかけに、刺殺事件を起こしてしまったりと、ある一室では自分を燃やしちゃったり、次々と怪現象が相次いだんだってさ。曰くつきってことか。そんでこれまでの心霊スポットは事件とかなかったじゃん。噂はあれど報道はなかったよな。このホテル活用はえぐい事件が起きていて、2004年12月22日に起きた事件でさ。午前4時半頃、駅の前を歩いていた女子高生2人が、5人組の男たちに突然襲われて金を奪われて、そのうちの1人が軽自動車に無理やり乗せられて誘拐されたんだ。やっぱ？一緒に歩いていた友人は運よく逃げ切れてすぐに警察に通報。ほんで警察はかなり優秀ですぐに不良グループの犯行ってことがわかるんよね。You know。ということで捕まえることはできたんだけど、誘拐された女子高生は助からなくてさ、顔を見られたという理由でさっき話していた勝代に連れ込んで殺害。え？遺体は大型冷蔵庫の中で見つかったとのこと。胸クソ悪いわこんなん。裁判は成人済みの2人が無期懲役で2人が懲役14年と13年。え、5人グループでしょ？うん、1人の少年は刑務所で亡くなったよ。あ、でもこんなんホテル活用何も悪くないじゃん。ほとんどの廃墟の心霊スポットは勝手に落書きされて、勝手に事件現場にされたかわいそうな建物だよ。勝代さん、強く生きて。続いては三重県三重郡菰野町にある大岡僧侶だよ。ここはどんな心霊スポット？三重県菰野町は温泉が有名で全国から人が集まる人気の観光地なんだけど、そこに存在しているのがこちらの廃旅館。確かに見た目不気味だけど、怖い噂とかあるん？うん、ここに入ると必ず事故が起こるって噂されているみたい。本当？本当かどうかわからないけど、関連性がありそうなことが記事に書かれてあって、平成11年5月に三重郡部に住む男性3名が愛知県内にて事故により車両大破。平成11年8月に四日市市内に住む男性4名が同市内にて堤防から転落。平成11年9月、鈴鹿市内に住む男性5名が四日市市内にて事故により車両大破。平成12年1月、四日市市内に住む男性4名が鈴鹿市内にて自動車事故により4名重傷。事故に遭ったこれらの人に共通しているのは、廃墟に足を踏み入れたということ。マジで？うん、調べてみたけど個人ブログには、そういうことが書かれてあったのは見つけたけど、有名なメディアでの記事は見つけられなかったよ。ましてや、この廃墟に足を踏み入れていたって事実も確認できなかった。本当かどうかはわからないってことか。でも、コメントや動画を見るにたくさんの人がここを訪れているけど、何も起きなかったっていう人が多かったから、この廃墟に足を踏み入れたことと事故との因果関係は微妙だと思う。ちなみにここでも火事が起きていてさ。また？これは東海テレビが記事にしていて確実に火事があったみたいね。原因は何だったん？入り口にタバコの吸い殻があったことから多分タバコの火の不始末だと思う。肝試しできてタバコ吸ってポイ捨てからの因果って感じなんかな？そんな感じかもね。危ないな。あと、建物の前には看板があってさ。私有土地だから勝手に入るな、完全予約制で一人10万円。って感じか、10万払えば楽を言えば取材できるのか。興味ある人は連絡してみてください。
続いては青森県の弘前市にあるスペース21だよ。ハイカラな名前だな。リミナルスペースっぽいよね。ここはどんな場所なん？山のふもとに建設された、見た通りの廃墟なんだけど、建設時から事故で死者が出るとかの噂があって、開業間もなく経営不振とオーナーの死により、結局ここは閉鎖されたんだってさ。雰囲気不気味だよな。ちなみに噂なんだけど、ここ解体したろってなった時にオーナーの念がまだ残っていて、謎の機械の故障が相続き、解体工事が進まなくて、解体は中止、結局そのままの形で残っているんだってさ。中入れるん？うん、入れるんだけど地面がぐっちょぐちょで、汚いし危ないし、アクセス悪いしで入らない方が良いと思うよ。ちなみにここにまつわる怖い話が投稿されておりまして。どんな？1999年、当時高校生の投稿者が夏休みの夜に肝試しでここへ来て、深夜1時、男4人で中に入って渡り廊下を歩いていると、先頭を歩いていた人がヤバいぞって言って懐中電灯で照らしたんだって。そしたら、その先に小学校低学年くらいの女の子が立っていて、完全に霊やん。声にならない叫びを上げて逃げたって話。オーナーの霊じゃないの？ね、なぜか女子小学生だったね。まあ確かにいたら怖いけどさ。興味ある人は調べてみてください。続いては愛知県豊田市にある旧伊勢神トンネルだよ。トンネルは怖いよな。別に心霊スポットじゃなくても夜のトンネルって怖いよね。ここは結構有名な心霊スポットで女性の幽霊や子供の幽霊、トンネル工事作業員の幽霊などの目撃情報があるんだって。めちゃ幽霊出るやん。トンネルは出がちだよね。結構狭いトンネルで車1台が通れるぐらい。ああ余計に怖いやつだ。関連した怖い話もございまして。聞きましょう。投稿者が高校の頃にバイト先の先輩が中古車を購入したので、旧トンネルへ行ったんだってさ。新しく買った車で心霊スポット行きたかったのね。ほんでトンネルを抜けて、先輩が車から降りて脇で用を足し、車に戻るとなぜかエンスト。出たなぜかかからない現象。何度かけ直してもエンジンがかからない。ほんで、泣く泣く投稿者が車を押すことになって、こんな山の中で大変だな。結局、その後エンジンがかかって車に乗って家に帰ろうってなりまして。よかったね。そこで途中、信号無視の車が右側を走行中のタクシーに衝突。え？一歩間違えればぶつかっていたかもしれない状況にゾワは。トンネル関係ないよね。けど先輩は翌日、眼球が原因不明の病気になって2週間ほど療養。どうして？さらに目が治ったらすぐに今度は腸チフスに感染しまたも2週間の療養。トンネルの呪いだ。面白半分で行くなって話だね。先輩はトンネル付近で用を足したから一人だけたたりにあったのかな？たたりが本当にあるのなら、そうかもしれんね。にしてもこのホラー映画でありがちなエンスト現象なんなん？ホラー映画はいかに化け物との距離を近づけさせるかっていう、工夫の一つだからね、必須よエンストは。ああなぜかこけたり、鍵が開かなかったりも？そうそう、すんなり逃げれたら怖くないじゃん。でもそれはホラー映画の話でしょ？この怖い話が本当だとしたら？中古車だったから、たまたまメンテナンスを怠ってエンジンがかかりにくかったとか？夢がないな。偽物の夢を捨てるからこそ本物の夢が近づくのさ。は？皆さんはタキションしないでください。ということで前半終了。後半はどんな心霊スポットが見れるでしょう？チャンネルはそのまま。後半に続く。教えてオカルト先生。さあ後半も元気に行ってみよう。やってみよう。後半はどの心霊スポットを見てみる？続いては大阪府阪南市にあるホトトギス旅館だよ。のほほんな名前やん。もともとこの辺りは温泉目的の観光客が多かったみたいで、いろんな旅館で賑わっていたんだけど今は全てが廃業になって取り壊されていて、唯一このホトトギス旅館だけが当時のままの姿で残されているんだって。最後の砦か。心霊スポットとして無茶有名なんだけど名前が知られるようになったのはごく最近の話で、何でも白い服の女性の幽霊が出るって噂があるみたい。白い服の女性ね。ちなみにその心霊写真がございます。お、どれもんよ。これもんよ。あー確かにスタイルが良い女性が写っている。割とくっきりだよね。でもこれもようじゃない？ね、私も周りの壁のシミがそんな感じだからそう思ったんだけど、実はもう一枚写真があってさ。これもんよ。あ、場所は違うのに、さっきと似たような白い服の女性の下半身が写っている。でも合成っぽいっちゃ合成っぽくない？他にはこんな感じのモヤモヤも写ります。これはただレンズが曇っていたとかで説明つきそうだけど、白い女性はここには写っていないね。ちなみに過去に不老者の死体が発見されたって噂があるみたいなんだけど、あくまで噂で大手メディアの記事では見つけられなかったよ。まあありがちな噂だからな。デマの可能性も大いにあるよな。でもこの白い女性の幽霊は気になるトリックなのかガチなのか。皆さんはもし幽霊になったら写真に写るときはピースしてください。続いては和歌山県和歌山市にある淡島神社だよ。え、廃神社？いや普通にやっている。やっているんかい？巫女さんも募集中。バリバリ営業しとるやん。神社のホームページによると、その昔、神宮皇后が瀬戸の海上で激しい嵐にあって、沈みそうになる船の中で神に祈りを捧げるとこんなお告げが来たんだって。船の苫を海に投げ、その流れのままに船を進めよって。ほんで？
その通りに船を進めると、友が島にたどり着くことができて、お礼の気持ちを込めて、持ち帰ってきた宝物をお供えしたんだ。ほんで、何年か経って神宮皇后の孫が友が島に来てお社を建てたってのが始まりなんだってさ。どこが心霊スポットやねん。うん、おそらくそう言われるゆえんはここが人形供養で有名な神社だからだと思う。というと、見た方が早いか、これもんよ。みちみちに満ちとるやん。人形たちの霊家族なんよね。ビッグダディどこにいるん？その数、なんと2万体。肺年がすごそう。有名なのが髪の毛が伸びるという噂で有名なお菊人形。あ、聞いたことある。でも髪が伸びる原理にはからくりがあってさ。決して呪いじゃないんだ。というと、頭部に髪の毛を組み込むじゃん。あれさ、植毛のようにぶっ刺しているのをイメージしてない？そうじゃないの？そのやつもあるかもしれんけど、髪が伸びる人形は、U の字に髪の毛を頭に埋め込んでさ、時間とともにズルズルっと片方に寄っちゃった結果、髪の毛が伸びているように見えるんだ。つまり、通常時の髪の毛の長さの2倍にしかならないんよ。じゃあそれ以上伸びていたら？例えば30センチの髪の毛を埋め込んだのにそれが5メートルにもなったというのなら、ちょっと怪異の可能性あるかもね。そんな人形あるのでしょうか？皆さん、探してみてください。続いては沖縄県国頭郡女村にある 3S だよ。めちゃレアってこと？まあある意味そうだけど、ここは沖縄でも屈指の危険な心霊スポットって言われていて、これをご覧ください。これより先の立ち入りを禁じます？何これ？噂によると、ここはユタの狩猟場なんだって。ユタって沖縄のシャーマンだよね。そうそう、その狩猟も過酷で命を落とした人もいるって噂があるみたい。コッパー。これを無視して立ち入って遊び半分で肝試しに来た人は、幻覚や精神異常を起こし入院したり、霊感の強い人は耳鳴りや激しい嘔吐感に襲われてしまうんだってさ。はい、凄まじいねんやん。だから単なる怖い心霊スポットじゃなくて危険な心霊スポットって言われていて、地元の人からは絶対に入ってはいけない場所って聞かされるみたい。なおさら行かん方がいいな。そうだね。というかさ、3S って何？あ、それは、S 字カーブが3つあることからそういった名前になったんだって。安直？そんで、それとは別の危険性として、夏場はハブが出るから噛まれたらかなり危ないよ。そっちの方が怖いわ。ちなみにハブを捕まえて役所に渡すと3000円もらえます。割に合っているのか？皆さんは沖縄に行ってもここには行かないでください。そんなことより国際通りで食べ歩きだ。続いては富山県中三川郡立山町にある黒部ダムだよ。ダムってなんか怖いよな。ここってなんか曰くつきなん。うん、黒部ダムは1956年に着工して1963年に完成したダムなんだけど、完成まで271人の殉職者を出したんだ。いや、何があったん？そもそもこれダムの建設現場が簡単に行ける場所じゃなくてさ、食料の運搬が難しくて足りなくなったり、岩盤の温度によってダイナマイトが自然発火して大爆発を起こし、その影響で雪崩も起きて多数の犠牲者が出てしまったんよね。その犠牲の上でダムができたのか。うん、噂ではその時の遺体はコンクリートに流し込まれ、ダムの壁に埋まっているみたいな。それってもう隠蔽やん。人柱とも言うよね。だから心霊スポットとして上がったのか。他にもとある投稿者が祖父から聞いた話で、ダムの堰堤のコンクリートを固める際に誤って沼状態のコンクリートの中に、沈んでいった労働者が多くて、助けることができなかったんだって。じいちゃんは、あれは巨大な墓場だ。たくさんの人がコンクリートの堰堤に、今も埋まっているからねって言っていて、むちゃ怖かったって話もある。ダムで亡くなった人が怖いというよりそうやってできたっていう噂が怖いわ。ちなみに、黒部の太陽っていう映画にもなっているから、興味ある人は見てみてください。続いては大分県日田市にある観音の滝近くの歩道橋だよ。あれ、廃墟とか神社が多かったのに歩道橋？うん、ここが心霊スポットみたい。見てわかる通り、山奥にある歩道橋で誰にも使われていなくて、落ち葉で足元は埋め尽くされていて、雑草も生え放題なんだって。まあ確かにここに歩道橋がある意味がわからんな。道路を横断するときに車が通っていて危ないから、歩道橋を使うって感じだけどここは使う必要ないよね。なんでこれ作ったんだろう？ちなみに怖い噂として、ここでは子供の霊を見たという目撃者が、後を絶たないとのことで、他にも女性の霊を見たっていう目撃談もあるんだって。なんかそういう事故とか事件とかあったんかな？いや、特にそういうのは起きてなさそうよ。じゃあよくわからんけど、ここに霊が出ちゃったってこと？まあ理由がなくても居座っているって霊もいてもおかしくないけど、もう一つ、関連しそうなことがあってさ。というと、この歩道橋の近くに観音の滝ってのがあってさ、その滝とこの歩道橋を撮影しようとするとピントが合わないっていう、怪奇現象が起こるんだって。ピントねえ。それで思ったんだけど、ストリートビューで見てもさ、確かにぼやけている箇所が何箇所かあるんよね。うわ、本当だ、ライトのところとかぼやけている。基本的に家とか、顔とかプライバシー関連のところにぼかしが入るんだけど、これは Google カメラのバグみたいなもので、森とか映すと処理しきれてないのかこうなるんよね。ちょっと離れると普通に見えるし。あ、本当だ。ちなみに最寄り駅から徒歩16分で行けるので意外と簡単に行けます。今までのと比べたら近いな。続いては埼玉県三郷市にある新三郷のトンネルだよ。
まあたトンネルか。さっきのは山の中だったじゃん。これはまさかの市街地なんよね。特に不気味でもなんでもないけどな。噂によると、ここはとても危険なトンネルで、事故が多発していて、なんでも、幽霊が出るからこの道を通らないでくださいって司法でアナウンスされていたんだって。え？そんな嘘でしょ？実際に市役所に問い合わせた人がいるみたいで嘘だったみたいよ。でしょうね。役所の人が幽霊出ますなんて普通言わないよな。そうだね、バイクで転んだ、事故がめっちゃ起こるって話も、あるみたいなんだけど、周囲を調べてみたら、そういった看板もなくてさ、もしかしたら、これもデマかもしれない。でも冠水注意の看板があって確かに雨が降ったら、ここに水が溜まってさ、バイクで通ろうとすると、それによって滑って事故になるってのも想像できるから、そういう意味では危ない場所かもね。心霊要素が全くないな。いやそれはちょっとあって、まず夜になるとくっそ暗くなります。これは行くの嫌だな。あとは今はもうないけど、昔は花束が添えてあったみたい。うわ完全に事故だなこれ。あとこんな感じの落書きもある。何何？山中義信、呪われて？コッパ？トンネルに書かないで。霊感の強い人がここに行くと、悪霊が住み着いているみたいで、近寄る人を構わずあの世へ引きずり込もうとするんだってさ。じゃあ霊感ない方が得やん。そうだね、まあ確かにトンネルを抜けたところが、事故に遭いやすそうだし、雨が降ったら危ない場所なので、行く人は気をつけていってらっしゃい。続いては香川県高松市にある成合自販機前公衆電話ボックスだよ。電話ボックスは確かに不気味さ感じるよな。夜は特にね。どんな心霊スポットなん？うん、あくまで噂だけど、深夜に明かりがついた緑色の公衆電話ボックスに、人影のようなものを見た人がいるとか、うつむいて背中を向けたスーツの男性が浮いていたとか、時間や角度、人により見えたり見えなかったりするんだって。霊なのか、目の錯覚なのか。これも夜中になると周り真っ暗になってさ、電話ボックスとか自販機の光が目立つからそれが不気味で出てきた噂とも考えられるよね。うん、そこそこ交通量ありそうな場所だからさ、真夜中は打って変わってガランガランになって、それも相まって変な想像しちゃうとかね。実際に徒歩30秒、5分のところに住んでいるけど、生まれてこの方そんなもん見たことないっていう人もいた。霊感ないでしょっていう無敵反論でどうとでもなるから。あとは電話ボックスの外側って透明でちょっと反射するじゃん。それで霊みたいな影が見えたって感じて噂流したりとか。怖い噂ってマジですぐに広がるからな。生存本能なのかもね。まあ電話ボックスが怖いってのはなんとなくわかる。花子さんでも出てきたけど、狭い空間に閉じ込められるって感覚が、もう怖いよね。夜は特にそれが強調されて怖い。皆さんは用もないのに電話ボックスに入らないでください。続いては熊本県熊本市にある仁愛病院だよ。病院か絶対に行きたくねえ。もう廃墟になっているんだけど、熊本の心霊スポットとしてはめちゃ有名で、病院関係者が亡くなったり、老人患者が自ら命を落としたり、いろいろとトラブルが相次いで閉鎖されちゃったんだって。それは曰くつきだな。例の目撃談としては、閉鎖した後に肝試しで入ったところ白衣を着た。看護婦が未だに歩き回っていたとか。コッパ？一階の一番右奥には鉄の扉で頑丈に封鎖されていて、関係者以外立ち入り禁止と書かれた謎の部屋があるんだって。怖すぎない？中は窓一つない真っ暗な部屋で、そこはもともと霊安室だったんだって。いや入ったやついるんかい？もしくはもともと勤めていた人から教えてもらったとかもあるね。そっちだったらいいけどさ。その部屋で写真を撮ると高確率でよくわからないものが映るんです。映らないで？ちなみに病院内にあるものを勝手に持って帰ってしまうと、返してっていう電話がかかってくるという都市伝説までも存在します。まあそれはシンプルに犯罪だから。勝手に入るのも犯罪だけどね。それもそうだ。ここに4人で肝試しに行った人曰く、入り口から入ってすぐに、女性の笑い声が天井からはっきり聞こえて、そのことを友達に伝えたら、そこで写真を1枚撮影してさ、確認すると、髪の長い女性の霊が映っていたみたい。どれもんよ。これもんよ。え、どれ？全くわからないよ。しょんな。そんでそれから肺炎になって、毎日夜中の2時になると自分のうめき声で起きてしまう。なんてことが続いたって話もあったよ。それとこの写真は果たして関係があるのか？こういうのってさ、たたりとか関係なしに勝手に信じて不安な気持ちになってさ、それがストレスで体調を崩す、それを霊のせいにしているって感じがする。まあ自分で納得できない現象は無理やり納得できるように、無意識に様々な現象を紐付けちゃうからな。とはいえ、夜の廃病院はくっそ怖いのでそういう気持ちになるのはわからなくもない。皆さんは霊に心を手術されないでください。本日ラストは北海道札幌市にある平和の滝だよ。あれ？それって北海道の観光名所じゃなかったっけ？そうそう、当たり前のように心霊スポットになっているよ。どうして？何でも滝壺への飛び降り、公衆トイレで自らを燃やしたり、奇怪な事件が多発している場所なんだってさ。え、そんなニュース聞いたことないけど。あったとしてもかなり昔っぽいよね。探したけど記事見つけられなかった。そんなんばっかやん。他の噂としては、滝を見つめたまま全く動かない不気味な人の目撃例があったり、感動しているだけでは？とある樹木に無数の浮遊霊が集まるといったものがあるんだって。とある樹木ってどこ？そんなことは噂だからどうでもよくて、
どうでもよくはないだろ。心霊写真がございます。お見せてー。これもんよ。え、どれ？どこ？右上にお地蔵さんみたいなのない？あ、この赤いの？そうそう。え、お地蔵さんじゃないの？かもしれないけど、他の写真には写っていなくて、この写真にだけ写ったんだってさ。歩くお地蔵様やん。調べてみたら確かに、他の写真にはこの赤い何かは写ってなかったんよね。え、不思議だ。でも思ったんだけど、これ普通に人間の後ろ姿でさ、赤いのはゆっくってことない？もう終わりだよこの心霊写真。まあムービング地蔵の可能性もあるけどね。あるか？普通に観光スポットなので行きたい人は行ってください。怖くなんかないもん。ということで、心霊スポットを18箇所見てきたけどどうだった？行きたいけど行きたくない気持ちがとめどなくあふれる。そうだね、気持ちと気持ちのぶつかり合いだね。心霊写真がたっぷり出てくるかと思ったらほんのちょっとだったね。まあ、そう都合よく霊も映ってくれないさ。しょんな。でもさ思ったんだけど、このまま世界が回り続けたら、この星は心霊スポットで埋め尽くされない？いやもうこの星自体が心霊スポットみたいなものだから。我が家も？もちろん。やめて。やめてと言われてもあんたもゆくゆくはシワクチャとなりて、かつてギャルだったバーバとして死んでいくんだからさ。悲しいな。ドコモのニュースでおもろい記事があってさ、それは人はどうして見えない存在にリアリティを感じるのか。どうしてなん？アメリカの心理学者のジャスティン・バレットさんは、人間には自然現象の背後に何者かの意図を見つけようとする神性が備わっているって言っていて、どういうことかというと、人間は古より生存戦略として物陰から聞こえるちょっとした音とか、天候の変化とか周囲で起こる様々な出来事について、何らかの知的な活動を行う存在が関わっていると信じやすいみたいでさ、心理的な傾向を身につけてきたって言っているんよね。古の祖先たちは、敵の存在が不確かな状況であったとしても、存在すると仮定して対策を考えた方が生き残るために有効だって思って、最初は動物とか敵対部族とかだったのが、台風とか洪水の自然、そして神とか幽霊に繋がっていったのでは？って考えなんだってさ。つまり、生存戦略でそう考えちゃうってことね。だからなんか怖くなったらさ、あ、今自分の中の命が必死に作り出そうとしている。って考えたらちょっとだけ怖くなくなるかもね。なんだそれもったいない。怖いという感情こそ楽しいのに。皆さんは心霊スポットに行って怪我しないでね。ご安全に。それでは本日の授業はここまで。ありがとうございました。さあ放課後の保健室のお時間がやってまいりました。今日の相談はどんなんでしょう？今日のお便りはこちらです。オカルト先生、いつも楽しませていただきありがとうございます。心霊写真等のオカルトとは違うと思いますが、相談したく送らせていただきました。今年の春、夜に海で釣りをしていたら何やら異臭がして、周囲を照らしてみると写真の動物の死体がありました。普通に考えて何らかの野生動物の死体だとは思いますが、見たことのない姿、日数が経っているように見えるのに、昼間カラスや海鳥、トンビなどが多数いる海岸で割としっかり肉の部分が残っていることなどが不気味です。夜釣りをしている時に生きているこれが後ろから襲ってくることなどを想像するととても恐ろしいです。正体を確認して安心して釣りがしたいので、ぜひともよろしくお願いします。ベイオハザードやん。見た感じクマ肩抜きっぽいよね。え、でもさ、これ撮影したの海でしょ？そんなところに熊でなくない？調べてみたら意外と出るみたいよ。え、そうなの？広島の海に近い市街地とか、新潟の海に近い病院付近、三重県の海沿いに横たわっていたとか、日本でも海の近くで目撃されるケースも少なくないみたい。はい、そうなんだ。北海道ではヒグマが海を渡って離島にたどり着いたってケースもあったんだって。人間より泳ぐやん。相談者さんのコメントで後ろにこいつがいたら怖いってあったけど、死体だったからまだしも、生きている熊に出会っていたらヤバかったよね。しかも夜だから気づきにくいよな。釣りをしに行く前にそのスポットのことをよく調べて、どんな危険性があるか、どんな野生生物がいるかを事前にチェックしておいた方がいいかもね。いやーこれは私もびっくりだわ。ちなみにタヌキも海での目撃例があるからクマじゃなくてそっちかもしれんね。でも歯医者さんに行ったら褒められるレベルで丈夫そうな歯だから、どっちかと言ったらクマっぽくない？ただサイズ感はタヌキっぽいと思うんよね。あー確かに小さい気がする。コグマちゃんかタヌキかもね。わかったとて安心して夜釣りできなくない？対策はしっかりとして釣りを楽しんでください。とりあえず一旦除霊しといて。はい、わかった。はい、写真。なんで持ってんの？なんで持ってんの？なんで持ってんの？除霊したいから持ってんの？はい、いっていっていって、めしてめしてめして、未練があるか知らんけど、除霊除霊発動中。あー、お雪になって。なんかの死体さん、天に召されたかな？召されました。ならよかった。放課後の保健室では、このようなお悩みや懺悔をお待ちしております。なんかいろいろ大変そうだけど、君ならきっとなんとかなるよ。さあ、この後のオカルトじゃんけんで、なんかそのめっちゃええ感じになろう。なあ、
喧嘩しようぜ、こいつでな。オッカルートじゃんけん。じゃんけん。ポン、僕はチョキを出したよ。ここまで見てくれた人は、なんかその、めっちゃええ感じになります。また見てね。バイバイ。